ました。出てきましたよ。渋沢シラスオーケストラ with 藤木剛。昨日まで沖縄にいらしたそうです。辺野古前で演奏してきたようです。わお、わお、誰この人？すごい。そうなんですよ。無党の方もいらっしゃるんですよ。渋沢シラスはすごいよ。みんなで辺野古行ってきました。はい、辺野古帰りです。この人が藤木剛です。なんて曲をやるんですか？本田工務店のテーマだそうです。準備ができ次第お願いいたします。渋沢シラスの皆様です。どうも、渋沢シラスの有志の人間でございます。別に渋沢知らずは、バンドとして統一の意思を持ってるわけではございませんが、今日この場に来たいというメンバーが自主的に集まりまして、不破大輔と愉快な仲間たちということで、やってまいりました。新橋にお集まりの皆さん、駅でこれからご自宅にお帰りになる皆さん、これからお仕事に行く皆さん、諦めちゃダメだ。今まで何回もやったけどダメだったかもしれない。政権がぶっ倒れた時も入れ替わった時も確かにダメだったかもしれない。だけど諦めちゃダメだ。何回でもやんなきゃダメだ。7回やってダメなら8回やらなきゃダメだ。本当に諦めるのは投票率が 100% になってもこの日本がこのままだったら本当にその時に諦めようぜ。今回別に山本太郎に入れなくたっていいかもしれない。誰に入れたっていいかもしれない。ただし投票率が上がらないようじゃもうこの国には本当に時間がないぜ。
ました。なんて盛り上がりなんでしょうか。ホームにて見てくださっている方、私たちは令和新選組山本太郎とその候補者たち10人がここで凱旋をやっております。今日の晩と明日の11時59分までどうぞ広めてください。まだまだ時間はあります。お友達みんなに電話をかけてください。どうかご自分のお友達に声をかけてください。まだまだ選挙だって知らない人もいっぱいいます。投票何それっていう人もいっぱいいます。今この山本太郎が始めたこの本気の動きを、これを潰しても私たちの先行きが真っ暗です。何としてもこの2日間で勝たなければいけません。どうぞ頑張るのは私たちであり、あなたです、あなたです、あなたです。みんなで頑張りましょう。